どうも、歳三です。皆さんやってますか、デッドバイデイライト。今回の動画はですね、初心者さんに向けたチェイスの基礎知識を紹介したいと思っております。ちょっと前に、キラーとサバイバーのものの見え方の違い、通知、音の大事さに関する動画を上げております。サバイバーが、キラーの手がかりになるような足跡や、物音などを、立てたり残したりしてしまうと、まあ、すぐ見つかっちゃうから気をつけようね、みたいな話です。まだ見てないという方、初心者の方はね、ぜひそちらも確認していただけたらと思います。今回は、そのかくれんぼが限界を迎えて、キラーに見つかって、鬼ごっこ、チェイスが始まった時に、まあ必要になる基礎知識。ということです。あくまで基礎知識ということなので、様々なパークの効果であったり、いろんなキラーごとの固有の能力などについての話はしません。あとは、まあ、テクニックの話なんかもないと思います。とりあえず、まあ、これだけ知っといてもらったらいいんじゃないかなということを紹介できたらと思います。ということで、よろしくお願いします。じゃあ、やっていきます。はい、では、始めていきます。まず、説明しやすいように、今回、キラーもサバイバーも、板、パレットや、窓枠が、強調表示されるパークをつけてきております。ではまずチェイスの基本というか、このゲームの基本なんですが、第一に知っておいてもらいたいのは、キラーとサバイバーでは、キラーの方が足が速いということです。試しにキラーとサバイバーで競争してみます。ちょっと一人でね、2キャラ操作するの難しいので、動きがガタガタするところもあるかと思うんですが、まあ、見てもらったら大体わかると思います。じゃあ、スタート。キラーの方が足が速いのがわかりますよね。どん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 差が広がっていくと。足が遅いキラーっていうのもいるんですけど、主に遠距離攻撃を持ってるようなタイプのキラー。そういうキラーは足が遅かったりするんですけど、足が遅いとされてるキラーでも、それでもサバイバーよりは早いです。唯一、ナースの移動はサバイバーの走りよりも遅いかな。あとはピッグがしゃがみ移動してる時とか、まあいろいろあるんですけれども、まあその辺は除いて、基本の移動速度としてはキラーの方がサバイバーより速いということ、知っておいてください。しかも後で説明しますが、キラーとサバイバーがチェイス追いかけっこを始めた時、追いかけっこが長引くとキラーはさらに加速します。ただでさえキラーの方が足速いのに、チェイスが長引くとさらに速くなるんで、要するに、普通に追いかけっこしたら、サバイバーは逃げ切れない。いずれ捕まるものだと、いうことを頭に置いておいてください。チェイスというのは、逃げ切る、ということではなくて、なるべくやられるまでの時間を稼ぐものだという考え方でいてもらった方がいいと思います。いろんなパークをうまく活用できたり、キラーがミスをしたり、諦めたり、そういうことが起これば、
逃げ切るっていうこともまあないことはないんですけど、基本的には逃げ切ることはできないものだと思ってもらっていいです。そういうゲームデザインです。だから1対4なんです。すごい上手な人のね、動画とか見てると、スーパーチェイスをね、目の当たりにして夢見ちゃうかもしれないんですけど、そこまでのことできなくてもこのゲームできますんで、あんまり難しく考えないでください。ではどうやってそのチェイスを少しでも長持ちさせられるのかということなんですけど、これはもう簡単に言うと、ざっと言うと、板、窓枠、カメラワークです。サバイバーがキラーより優れてるのは、板を倒せる。倒した板の上を乗り越えられる。キラーは、これ壊さないと通れません。で、窓枠。窓枠を乗り越える速度は、ゆっくりの乗り越えは、キラーもサバイバーも同じぐらいの速度なんですが、サバイバーは、ダッシュ乗り越えができる。これは、キラーにはない動きで、キラーより早く窓枠を越えることができます。ダッシュ乗り越えにはちなみに2種類あって、まあすごい大事なんですが、窓枠に対して垂直に、それでいて少しだけ助走する距離があれば、両足飛び、一番速い乗り越えが出ます。進入角度が違うと、片足越えとでも言うんですかね。片足一回乗せて、こう乗り越える。ちょっと遅いやつになります。垂直に進入した場合でも、窓枠との距離が足りないと、この、片足引っ掛けての乗り越えになる。ちょっとだけ離れてて、窓枠に対して垂直に近い角度でダッシュ乗り越えを行えば両足飛びができますよ。チェイス中に使う、窓枠越えはこの両足飛びで基本的に考えてください。そして三つ目に言ったカメラワーク。まあ視点。サバイバーは三人称視点。キラーは一人称視点。そして、よいしょ。サバイバーにはキラーの顔から出てる赤い光が見える。これ、心音がね、ドクドク言うと説明するときうるさいんで、キラー側に包括というパークをつけてます。立ち止まってると赤い光と信用が消えるやつ。それをつけてるんで、止まってると消えちゃうんですけど、本来は常に、こうやって赤い光が顔から出てます。どっちを向いてるかわかる。この、視点の優位性を活かした、後出し行動ですね。サバイバーは、キラーに対してそれができる。例えばこういう地形、L 字型の壁が2つあって、窓枠がついてる、まあ二窓ポジションとか言われるんですけど、こういう地形、サバイバーがこう飛んで、こう飛んで、こう飛んで、ってやるとして、
それに対してキラーがもうバカ正直にまあすぐサバイバーが言ってる通りサバイバーの移動ルートをなぞるようにこう窓枠越え窓枠越えってやってたらなかなか追いつけないです。窓枠越えるのがゆっくりやから。窓枠越えの速度比較しましょうか。窓枠越えて動き出せるようになるまでの時間、わかりますかね。まあ 0. 数秒ぐらいの差なんですけど、この 0. 数秒の差が何度も何度も繰り返されると、いかにキラーの方が足が速くてもなかなか追いつけないっていうことが起こります。時間が稼げる。もちろんキラーはそうやって素直に追いかけてったら全然追いつけないので、先回りしようとしたりするんですね。窓枠を越えるんじゃなくてこっちから行ったりこっちから行ったり、そういう先回りしようとしてる動きをサバイバーはこの三人称視点カメラワークを活かして、あ、キラーこっちから回り込もうとしてるなっていうのを見て、あ、こっちから来ようとしてるんや、じゃあこっち行こう、逆にこっちから回り込もうとしてるのが見えたら、じゃあこっち行こう。キラーの移動しようとしてる逆の方向に後出しで移動ルートを変えることができる。これが視点の優位性を生かした後出しっていうことになります。ただこうチェイスしてね、窓枠とか越えながらこう後ろスッと見て、窓枠を越えてこう一瞬で判断してどっちに行くかを決めるんですけど、こういうカメラワークは初心者さんには難しいと思うので、まだそこまで意識しなくても大丈夫です。ただ長いチェイスをやろうと思ったらカメラワークの操作の上手さっていうのはどうしても必要になってきます。最初からできる必要ないですけど、一応覚えといてください。窓枠乗り越えの注意点についてお話しします。窓枠乗り越えはよキラーより早く行動できていいんですけれども、チェイス中に同じ窓を3回使うとかなりの時間その窓枠は封鎖されます。キラーは乗り越えられます。同じ窓枠を3回使うと封鎖される。キラーがね、延々サバイバーの移動ルートをなぞってきてくれて、窓枠で差がついてなかなか追いつかれずに済むっていうことがあったとしても3回までです。窓枠を使えるのは3回まで、同じ窓枠ね。次、初心者さんがやってしまいがちなもったいない行動について。それはチェイス中に高い場所に登ることです。高い場所に登ると何が良くないかというと、飛び降りた時に硬直します。高いところから飛び降りると着地の時に硬直する。もう一回いきます。落ちると言うてね、硬直します。キラーは全く硬直しません。キラーには着地硬直がない。
サバイバーにはある、うん、ああ、ただでさえキラーの方が足が速いのに高いところからの着地で硬直してたら余計にキラーとの距離が縮まってしまう。高いところに登るのはいいことないですね。一応パークでね、スマートな着地っていうパークがあると高いところから飛び降りた時にむしろ加速するっていう、そういうのもあります。ただ今回パークについての話はしないので、高いところに登るのは良くない、覚えといてください。次、チェイス中追いつかれて殴られてしまうっていうこともいずれあります。殴られた時はサバイバーはダメージブーストとでも言うんですかね、すごい加速します、一時的に。もうほんの少しの間だけですけどね、ダメージを食らった時の加速はめちゃくちゃ大事です。一発食らったんだったらこのダメージブーストでしっかりキラーとの距離を離す、それが大事。攻撃食らって加速してるのになんかこう距離を離すんじゃなくてなんかくるくる回っちゃったり、あとはダメージ食らって加速してるのに板を倒していったりとか、ダメージ食らって加速してるのに高いところから飛び降りて硬直したりとか、そういうのは非常にもったいないっていうことを覚えておいてください。食らったらもう走って距離を離す。あ、言い忘れてましたが、キラーもサバイバーも上り坂だから減速するとか下り坂だから加速するとかそういうことはありません。前歩きよりも後ろ歩きの方が遅いっていうようなこともありません。前進も後退も同じ速度。になってます。あとダメージブーストに関して、たまにこう袋小路に追い詰められて、キラーの体でもうブロックされてどこにも行けない状態になることあると思います。地下室から上がる階段を通せんぼされたりあると思います。こういう時、攻撃食らった時のダメージブーストの時にぶつかり判定が一瞬消えるので食らった時に抜け出しましょう。ダメージを食らった瞬間はぶつかり判定が消えます。こういう高いところで攻撃を食らうとダメージブーストが全然活かせないのでかなり損です。わかりましたかね。攻撃食らった時めっちゃ加速するのに着地の硬直でその加速する、本来加速して速く走れてる時間が台無しになってる。高い場所は危険だよと。はい、それでは板や窓枠について、今回はね Windows of Opportunity というパークをつけてきてるので板や窓枠が黄色く見えてますが、フィールド上に板や窓枠はバランスよく配置されるようになってます、ね、バーッと走っていってたら
ちょんちょんちょんとこういた窓枠が見えますよね。なんにもないっていうところはそんなないです。だーっと走ってたら板や窓枠はあります。そういう風にできてます。バランスよく配置されるように、なってます。バランスよく配置されるようになってるので一箇所に板が2枚も3枚も4枚もあったりとか窓枠が3つつながってたりとかそういうことはないです。で、屋外のこういうマップね、ステージの端っこ壁沿いには基本的に使える板や窓枠はないです。ステージの端っこにはあんまり何もないと思っといてください。ね、さっきあんなにいっぱい見えた板や窓枠がもう端っこにはほとんどないでしょ。で、あるのは窓枠だけなんですけど、こういうステージの端っこにある窓枠はチェイスでは全然使えない。すごい弱い窓です。弱い窓、強い窓、弱い板、強い板の話はまた後でします。ステージの端っこには基本的にはもうろくなもんはないよと。端っこはまあ隠れるための場所だと思っておいてください。ただ見つかりにくいけど、もし見つかったら逃げ場がないと思っておいてください。ちょっと内側に入っていけば二窓ポジションとか共通小屋とか、ジャングルジムって言われる地形とかね、そういうのがあります。チェイスが始まったらとにかく板もしくは窓枠を求めてステージの端っこ以外の方向に走っていきましょう。端っこにはチェイス用の地形は基本的にありません。屋外マップは。内側に行けば、ほらこんなに。よりどり緑。いろいろありますんで。初心者の人はどうしても端っこに行っちゃうんですよね。僕もずっとそうでした。端っこの方が安全な気がするんですよね。でも端っこに救いはないです。ステージの中央の方を目指してください。中央ってよくわからんと思うんで最初は、とにかくステージの端っこの壁がない方へ行ってください。一生懸命走ってたらそのうち板も窓枠も見えるんで。最初に言った通り、キラーの方が生存者より移動速度が速い。そして生存者がキラーに勝ってるのは板、窓枠、視点操作だけです。板も窓枠もないところに行っても絶対に長持ちしないです。助かることがあるとすれば、それはキラーがミスってるだけ、運が良かっただけと思ってください。初心者さんがやりがちなのはこういう板も窓枠も何にもないこういうものをぐるぐる回って時間稼ごうとする。これもう何の意味もないです。
ここでぐるぐるしてても絶対状況良くならない。距離が縮まってそのうち殴られるだけ。何にもないところでぐるぐるしても意味がないんで、それだったら板とか窓枠がありそうな方にとにかく走ってった方がいいですね。まあ一応例外として、例えばハントレスとかその斧をね投げつけるキラーがいるんですけど、そういうのがこう斧を投げようとね、斧構えてるような時、そういう時はまあこういうちっちゃいとこでもぐる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 回ってると、まあ狙いつけにくくてね、ちょっと時間稼げたりする場合はあります。でも普通は何にもないとこでぐるぐるしてもあんまり意味ないです。キラーに見つかった、とにかく走って板を探した、で板が見つかったってなったら、まああんまりそのテクニックの話はしたくなかったんですけど、一応まあこれだけでも覚えとくとかなり、時間稼げるよっていうことで、板ぐるって呼ばれるやつ、それだけ説明しときます。板ぐるっていうのはこういう板がある地形をぐるぐる回ることです。正確にはちょっとね、一人でチェイスできないんで、説明だけになるんですけど、正確にはキラーを画面内に収めながらぐるぐる回ること。ただね、前だけ見てこうぐるぐるしててもダメですね。これだと板ぐるならないです。このまあこの車だったら、車の向こう側、反対側にキラーがいるとして、そのキラーを画面内に収めながらぐるぐるする。急にキラーが逆向きに追いかけてきたら自分も逆向きに、逆に来た逆、キラーを見ながら板の周りをぐるぐるする。でもキラーの方が足早いんで、そのうち追いつかれますよね。追いつかれそうってなったら倒す。これが板ぐるです。僕はゲームパッドでやってるんで、その大事なのは右スティックですね。カメラワーク、カメラ移動のスティックをいい感じに倒すこと。で、できれば、まあ、壁にこう、擦りつけるぐらい、インベタのインを走ることですね。グッグッグッっていう見方だと、ちょっとスムーズに移動しづらいと思います。いい感じのレバーの倒し具合。見つけてみてください。これはまあカメラ感度の設定でも変わるんでね。人それぞれです。チュートリアルモードでも、これに関しては確認できるので。キラーの姿を確認しながらぐるぐるできるように。まあここは今いたないですけど、後ろを見ながら走るのは難しいと思うんですけど、横を見ながら走るのはそんなに難しくないと思うんで、まあでもゲームやってきてない人には難しいと思う。でもこれはまあできるようになっといてくれたらかなり世界変わると思いますね。これだけで、これが板ぐる。ちょっとテクニックの話はするつもりなかったんですけど、これだけは覚えといてもらえたら嬉しいですね。はい、それでは次、血の渇望について。最初の方でも説明しましたが、チェイスが長引くと血の渇望といって、キラーは足が速くなっていきます。
15秒に1段階ずつ。画面の右側見といてください。キラーの画面の右側、そのうち血の渇望って言ってドクロマークと上矢印みたいなアイコンが出てくるはず。あ、来ましたね、血の渇望。今上矢印が1個ついてますよね。これ最大で3段階まで溜まります。血の渇望が溜まると1段階ごとにかなり移動速度がアップします。第3段階まで来た。これがマックス。こうなるともうめちゃくちゃ速い、キラーの足は。血の渇望はサバイバーを見失うと少しずつ減衰していきます。今ちょっと見失ったから2段階まで下がってる。もしくはサバイバーに攻撃を当てると一気にリセットされます。スカッとするんやね。なかなか殴らせへんやんけこいつと思ってチェイスしてるとだんだん足が速くなるけど、殴れるとスカッとして一気に元の速度に戻る。これはもう第1段階、第2段階、第3段階どこまで行ってても一発殴ると一気にゼロになります。もしくは板を壊しても血の渇望はリセットされる。あとはいろんなキラーによっては特殊能力を使うことによってリセットされてしまうということになってます。血の渇望は生存者を見失えばだんだんリセットされていく。攻撃を当てるか板を壊すか特殊能力を使えばリセットされる。サバイバーとしてどうやってチェイスの時間を伸ばすかと考えるならば、まあ殴られたくはないので窓枠とかうまいこと使ってなるべく時間を稼ぐと。まずはそして、あ、血の渇望溜まってるっぽいな、そろそろやばいな、さすがに追いつかれて殴られるなとなったところで板を使ってその板をキラーに壊させる。キラーが板を壊してくれたら血の渇望がリセットされるからまた一からチェイス始め、次の窓枠や板のところを目指す。この繰り返しですね。これが一番チェイスを長持ちさせる流れです。でもその窓枠でチェイス長持ちさせるとか板を壊させるってどうしたらいいのってなりますよね。そこで必要になってくるのが、強い板、弱い板の知識ですね。よく強い板、弱い板って動画見てたりとか、あと配信のコメントとかでも見ることあると思うんですが、強い板、弱い板ってどういうことかっていうと、簡単に言うとその板や窓枠を迂回しやすいかどうかです。迂回が楽かどうか。キラーは窓枠を越えるのが遅い。板が倒されてたらその板を壊さないと通ることすらできない。わざわざサバイバーよりも時間のかかる窓枠越えをキラーはしたくないんですよ。
追いかけっこしてて、サバイバーがピョーンと飛んでった。これをまっすぐ追いかけて乗り越えると結構時間がかかる。普通に追いかけて窓枠越えるよりはスッと迂回した方が早く向こう側に行けるんですね。このマップの端っこにある窓枠はチェイスに全然使えないって途中言ってましたよね。なんでかっていうと、めちゃくちゃ弱い窓枠だからです。ね。一瞬で迂回できる。この窓枠では、キラーとの距離を離すことはできない。なぜなら迂回が簡単な弱い窓枠だから。じゃあ逆に使える窓枠ってどういうものなのかというと、迂回に時間がかかる窓枠ですね。ここの窓枠なんかは強いですね。ここね、ここ窓枠です。ここをピョーンと飛ぶと。ね、この窓枠、キラーが普通に乗り越えたら、窓枠の乗り越え速度の差がね、出るから。サバイバーがちょっと距離離せるんですよね。かといって、じゃあ、迂回しようと思ったら、じゃあ左から行くんだったら、時間かかる。右から行こうと思ったら、遠いでしょ？右から行くのも左から行くのも遠い。サバイバーは後出しができますから。で、こうやってキラーがぐるーっと回ってきた時には、サバイバーはまたこっち側にいて、振り出しに戻るみたいな。で、こんなことになるんだったらもう、右から行っても左から行っても時間かかるから、キラーはこの窓枠使わなしゃあないですよね。これはこの窓枠が強いから。ということで、迂回に時間がかかるのが、まあ単純に強い。で、地形として強いかどうかってなってくると、さらにこう近くに板があるとか。そういうことになってくるね。板も同じですね。迂回に時間がかかる板は強い。時間がかからない板は強くないです。ここの板なんかは、そんなに強くないです。クソ弱ってほどでもないけど、まあ、そんなに強くない。スッと、迂回できるんで。わざわざ板壊さなくても、回ってくればいい。まあ、サバイバーは板の上乗り越えられるんで、追いつかれそうになったらこっち行ったり、こっち行ったり、できるんですけど、この板乗り越えって、一回やるとね、当たり前ですけど、引き返せないんで、今変な動きしたな。キラーのフェイントに引っかかるとバーンとこう一発ぐらいちょっと簡単にもらっちゃう。血の渇望がね溜まってたりすると余計食らいやすいですね。もうここはもうフェイントにかけられるかどうかぐらいでしかしのげない。そんなに強くない板だとね。そんなに強くない板だと、キラーは壊してくれない。壊してくれないから、血の渇望をリセットできない。強い板の代表格といえば、まあ、この、共通小屋、ボロ小屋って呼ばれるところに、必ずある、この板ですね。この板倒して、
まあ、例えば中にいれば、キラーがこっちの窓枠から来ようとしてようが、この逆側の入り口から来ようとしてようが、十分見てから窓枠乗り越えて逃げられるんで。で、キラーとしてはもうこの板壊さなしゃあない。ね、これはもう迂回が大変な板ですからね。これ強い板。単純に窓枠、板の強さは、迂回が楽かどうかで覚えてください。まあ、窓枠は、この両足飛びが出しやすいかどうかも大事です。だからこの窓枠で言うと、こっちからのルートで行けばね、このルートで行けば、すごい強い。でも、こっちからのルートで行くと、あんまり強くない。両足飛びが出せないから。まあ、出そうと思ったらちょっと膨らむことで、まあ、両足飛びにすることはできるんですけど、最短距離を走れてない分ね、ちょっとだけ追いつかれやすいですね。窓枠に関しては、ルートによって、まあ、強さがちょっと変わっちゃうよ。まあ、あとは乗り越えた後の選択肢の幅広さも強さに関わってきますかね。右行ってもいい、左行ってもいい、まっすぐ行ってもいい。こういうのは強い地形ですね。で、窓枠と板に関して、キラーが板を壊したり、窓枠越えたりするときの視点もね、気にしてほしいんですよ。キラーが板壊してるとき、キラーは一切カメラ動かせなくなります。ね。板壊してる間に、消えたでしょ？実はすぐ横におったんですけど、キラーの画面からは消えちゃってましたよね。板を壊してる間、キラーは板の方しか見えない。まあ発電機蹴ってる時とかもそうですけどね。だから実際板を壊してる時間以上の、まあ距離を離すチャンスが生まれてますね。壊した後、どっち行ったっていう時間があるんで。で、窓枠も同じ。超えてるときは、視点動かせないんで。高いところに登るのは、あんまり良くないよという話をしました。高いところから飛び降りたときは着地に硬直があるから、サバイバー不利ですよ。こういうとこね。ただ、そこまでなしでもないよっていう状況があります。それは、窓枠を越えて、そのまま落ちるパターンの時。まあ、この時も、もちろん高いところから落ちてるんで、着地の硬直はあるんですが、窓枠をね、両足飛びで越えてるんで、その点で、着地の硬直があっても、まあ、そんなに損してないかなっていう感じ。あとなんか、すごい距離飛び出してるでしょ。これ、逆に、キラーでやらしてみると、どうなるか、見てみてください。見えました。まっすぐストーンとしか落ちれないんですね、キラーは。しかも、飛び降りてる間、結構な間、まっすぐ前しか見れない。乗り越えながら、カメラをじゃあ左に入れっぱなしにします。結構な高さ。
結構な時間真正面しか見れてないでしょ。高いところから窓枠を越えてそのままストーンと落ちるときはキラーが真正面しか見れなくなる。サバイバー追いかけてるときに右に行ったか左に行ったかその確認が確実に遅れるんですよ。高さのある窓枠から落ちたときは。そういう点で高さのある窓枠から飛び降りる場合はそんなになしじゃないですね。この辺なんかもう最高。高さがある窓枠なのに着地硬直はない程度の高さ。こういうのはもうサバイバーにとってもすごいいい窓枠ですね。それでいて迂回するのも遠い。こっちから行っても、こっちから行っても遠い。まっすぐ追いかけるしかないっていう窓枠。こういうの強い窓ですね。また別の建物に来ました。この建物も、窓枠から直接飛び降りる。ことができるようになってるんですけれども、ここは全然強くないんですよね。なぜかというと迂回が簡単だから。高いところから窓枠越えて直接飛び降りられるから強いんじゃないのと思わしといて、実は迂回が楽だから全然強くない窓。ということで、強い板、弱い板、強い窓、弱い窓の簡単な説明でした。まとめます。移動速度はキラーの方がサバイバーよりも速いので、チェイスは普通いつか追いつかれるもんです。追いつかれて倒されるまでの時間を少しでも長くするのがチェイス。サバイバーがチェイスを長持ちさせるためには板、窓枠で視点、カメラワークを使った後出し行動です。長くチェイスをする理想的な流れはなるべく窓枠を使って、で後出し行動を駆使してチェイスを長持ちさせる。血の渇望が溜まってキラーの移動速度が上がってもうダメだもう追いつかれるとなったら板を使って、その板を壊させて血の渇望をリセットさせてまたチェイス始める。これが理想的な流れ。初心者さんはとりあえず板を探して、板を見つけたらその周りをぐるぐる回る。キラーを見ながらね、この板ぐる、これをできるようになってもらったらとてもいいと思います。いきなり倒したらもったいないんでね、できるだけ時間を稼いでから倒す。どのぐらいの距離なら攻撃食らわずに済むかっていうのはもう慣れなので、経験で覚えてください。で、知識として入れといてもらいたいのは、高い場所から飛び降りたら硬直しますよ、攻撃を食らった時は加速しますよ、窓枠はチェイス中に同じ窓枠を3回超えると封鎖されますよ、でキラーには血の渇望というシステムがありますよと。で、強い板、弱い板、強い窓枠、弱い窓枠、簡単に言うと迂回に時間がかかるかどうかですよ。
簡単に言うとね。あとは板を壊したり窓枠を越えたりしてるとき、キラーの視点は動かせなくなるので、距離を離すチャンス。で、屋外マップの端っこ、壁際には、板や窓枠なんかは、もう全然ないです。全然ない。あったとしてもチェイスに使えるような強い窓枠や板はもうないです。板や窓枠があるのはステージの内側やと思ってください。ね、ないでしょう。で、いろいろ言いましたけれども、結局そういう動きができるかどうかは、視点操作が、上手にできるかどうか。なので、まあこれに関しては、簡単じゃないですけど、経験を積んで頑張ってもらいたいと思います。まずは板ぐる。横を見ながら走るぐらいの感覚。これを、できるようになってみてください。逆にね、キラーの立場でやるんだったら、キラーとしての注意点は、強い板はさっさと壊す。っていうことですね。弱い板は壊さずに追いかけてみる。血の渇望が溜まっているなら。そんなとこですかね。まあ、今回は、そのチェイスについてのシステムというか、まあ、仕組みというか、を説明させていただきました。何度も言ってますが、別に倒されるのは構わないので、倒されるまでの時間をどれだけ伸ばせるか、ということで気楽にやってみてもらいたいと思います。慣れてきたら、なるべく味方の迷惑にならないような場所で、倒されるとかね。そういったことまで意識していけるようになると思います。本当にもう自分ができることからもうコツコツと一歩ずつ、進めていってもらったらいいので、そんなに難しくないので。サバイバーはね、みんなでフォローし合えば、それなりのとこまでいけるはずなので、頑張ってみてください。はい、ではでは、これからもデッドバイデイライト楽しんでやっていきましょう。それではどうもありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。